テスタロッサはフェラーリが製造していたスポーツカーである。テスタロッサはイタリア語で赤い糸を意味する。これはかつての名車 250TR、500TR と同様エンジンのカムカバーが赤く塗られているところから名付けられた。水平対向12気筒エンジン1984年10月のモンディアルドロトモビルで発表され、それまでのフェラーリ 512B から、 フラッグシップの座を引き継いだ。250TR、500TR と区別するため、新テスタロッサとも呼ばれる。フェラーリは社名に、それまでの数字とアルファベットの組み合わせではなく、往年の命令シングカーの社名をリバイバルさせるようになり、テスタロッサという社名も1960年代の250、テスタロッサ、または500テスタロッサに由来し、これら同様に、 カムカバーは赤く塗られている。エンジンは、バンク角180度の V 型12気筒。内径 82mm、工程 78mm で、排気量は 4943cc。燃料供給は、ボッシュ成型ジェトロニックと 512B 同様であるが、4バルブ化され、吸気効率の向上を狙っている。欧州モデルの交渉出力 390PS。 6300rpm 50.0kgm 4500rpm に対し日本国内、米国、カナダ向けモデルは排気ガス対策によって3 8 0 p 千 5750rpm 48kgm 4500rpm となりまた一足及び二足のギア比が低いなど輸出先の国情や放棄に合わせていくつかの仕様が存在する 最高速度時速 290km、または時速 300km。0時速 100km は5.8秒、0から 1000m は24.1秒と、メーカーから発表されている。キャビン居住制にも配慮した結果、エンジン搭載位置は後ろ側へ追いやられて、リアアクスルの周辺に位置するギアボックスの髪型にレイアウトされるため、必然的に重心は高くなってしまっていて、 RR 車に近い重量配分となり、加えて厳しくなりつつある各国の安全基準への対応による重量増加も加わり、一般的に考えられるミッドシップ、スポーツカーの性格というより、グランツーリスモ的なハンドリングキャラクターを持つ。ラジエーターはサイドに搭載されるため車体は非常に幅広く、ドアからリアフェンダーにかけてスリット状のエアインテークが設けられている。 1986年に改良を受けた。初期型は、イタリア放棄に従い運転席、側ミラーのみを A ピラーの中ほどの高さに配置するが、海外諸国の放棄も考慮され、一般的な A ピラー根本にミラー位置を変更した。また、リュームミラーの位置が、初期型のセンターコンソール前方からアームで吊り下げて、固定されているタイプから、フロントガラスに、 直接貼り付けるタイプに変更された。また燃料供給システムがケジェトロニックとなった。交渉出力等に変更はなかった。1989年にホイールの固定方式をセンターロックから一般的なット固定に変更。アライメントも変更された。1992年。 後継車種となる 512TR の発売に伴い、生産終了。テスタロスサスパイダー。ジャンリ・アニエッリのフィアット代表就任20周年を記念して1986年に製造されたワンオフモデル。通常の5速 MT に加えて、足の悪いアニエッリのために、オートマチック機能も備えている。また、この機構は、彼が所有した四42も、 同様の機構が装備されていた。イニシャル AG を銀の元素記号にかけてシルバーに塗られている。ありがとうございます。